皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は1月の23日、天気予報の方は曇りのち晴れという形になってますね。なかなかいいお天気のようなんですけれども、それでもね、寒中ですので、ちょっと寒い一日かなという感じのようです。それでは今朝の一句では、松尾芭蕉の俳句をご紹介したいと思います。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われておりますけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは、今朝の一句、今日は芭蕉286番目の句です。甲の巣も見らるる花の葉越しかな。甲の巣も見らるる花の葉越しかな。1687年、松尾芭蕉44歳の時の句です。それでは解説してみますね。コウノトリの巣があることまでもが見えるほどに、葉の間を通り越して、木の上には花が咲いていることだなぁ。と、このように芭蕉は読んでいるのではないかなと思います。それでは、さらに細かく中身、内容を見てみましょう。まず今日の句、俳句5、7、5、17文字、17音に、どのぐらいね、きっちり収まっているかチェックしたいと思います。まず上五です。こうのすもと、こうのすもというふうに、こうというのはコウノトリのことですね。五文字で区切れております。では次、中七。みらるる花のと、中七も7文字で言葉の区切れが来ておりますね。みらるる花の。では、下語はと言いますと、はごしかなということで、下語も5文字。今日の句は俳句5、7、5、17文字、17音にきっちりと収まって、リズムは整っている句ということになると思います。それではさらに内容なんですけれど、俳句ですので季語をさ、ちょっとね、探してみたいと思います。この中で俳句の季語はと言いますと、まず、コウノスとあるので、コウノトリ、これはもしかしたら季語かなっていうふうにちょっとね考えられるんですけれども、今ではコウノトリというのは実際にはあまり見られないと言われておりますよね。まあ、ほとんど伝説に近い、鳥だというふうに、今の、私たちの時代には、捉えてるんですけれども、まあ昔はね、確かにその巣を、木の上に巣を作って春先にこう巣作りしたりしている、その姿が見えたというような言い伝えもあるようなんです。ですから春かなと思いが、印象ね、思いがちなんですが、特に今の時代まで季語として残ってはいないんですね。それではというと、やはりこの後に出てきます花、花の葉越しかなというこの花、これがやはり、今
今でも季語として残っておりまして、花といえば桜ということで、まだまだね、日本語では花といえば桜、桜といえば花の代表ということで、桜は日本の花の代表と言われていて、そして季節は春となってるんですね。ですから花と出てきたら、他に何か細かいね、意味合いのものが周りに見当たらない場合、花といえば日本の場合には春に咲く桜のことだというふうに捉えるのが、妥当だと言われております。ですので、これは江戸時代も今も同じなんですね。ですからこの句は季節は春であろうというふうに捉えるのが良いと思います。で、この花というのは桜であろうというふうに、捉えるのが、いいですね。ですから、コウノトリの巣が見られる、コウの巣も、コウの巣、コウというのはコウノトリのコウという字を場所は書いているので、これは間違いなく鳥であろうと。コウノトリの巣、コウノトリの巣も見られる、見られる。まあ、ちょっと文語調ですが、よくですね、こう今の言葉と対比させると、こう立場がね、難しいんですね、日本語の場合ね。あの昔の言葉ですとちょっとこう立場が難しいんですが、このコウノトリの巣も見られるっていうことは、見える、 見ることができるというように解釈するのがいいと思います。ですから、コウノトリの巣が見える。今で言えばコウノトリの巣が見えるっていうことなんですけれども、コウノトリの巣を見ることができるっていうような風に、文語帳のね、昔の日本語だと、こう直訳っていうかね、パッと読んだところを読み取ると、コウノトリの巣を見ることができるっていうような表現になってるんですけれども、コウノトリの巣が見えるっていうことなんですよね。そして花の葉越しかな、ですから桜の花の葉っぱもあり、そして桜の花の葉っぱ越しに、葉っぱを透かしてみたいな感じですよね。葉っぱの向こうに、葉っぱがこう見えて、さらにその向こうに、コウノトリの巣が見えるほどですね、というように、そういうように今の言葉で例えると、芭蕉は言っているのではないかな、と思います。ここがね、ちょっとこう、言葉のニュアンスが、難しいんですけれども、コウノトリの巣というのは木の高い上の方に作っていたということなんですね。ですから、昔は実際に春になるとコウノトリがこう木の上の方に巣を作っていて、そこで、子供を育てていた、鳥ですから卵を産んで子供を育てていたのではないかって言われてるんですね。今はまあ実際にコウノトリが桜の木の上に巣作りをしている姿というのは、まあほとんど関東ではあまり見かけない。ほとんど見られなくなってしまって、コウノトリというのは実際にいたのかどうかなんていうふうに、そうやってね、春先になると子供をね、木の上に運んできてくれた鳥なんです。めでたい鳥なんですよ。っていう、そういうようなまあ言い伝えのようになってしまっていますけれど、まあ昔は、よく実際に見られたと言われています。まあ芭蕉のこの句は確かなコウノトリなのかどうかというのもね、やはり俳句ですから、その辺はあまりこう定かではないんですが、まあただ江戸時代あたりではまだいたんではないかなっていうふうにも想像できると思うんですね。ですので、まあ、この句から、単純にこの句から読み取るところでは、桜の木の上に、春になって、花も咲き、葉っぱもある、その桜の花の葉っぱを越えて、葉越しに、
さらにその上にめでたいコウノトリが巣を作っていますよ。春ですね。めでたい春ですね。コウノトリが子供を運んできてくれるようですね。と、そんなような、巣を作ってね、卵を産んでいるんでしょうかとかね、子供を運んでくれているんでしょうかという、そんなようなめでたい、春の桜の美しさと、さらにその上にコウノトリまで巣を作ってきていますね。まあさらにめでたいですね。桜の花の葉っぱ越しにコウノトリまで見えますよと、これはめでたい春ですねというような、そんなようなことを芭蕉は歌っているのではないかなと思います。それでは今朝の一句、最後にもう一度ご紹介したいと思います。今日の句は芭蕉286番目の句です。コウノスモ見らるる花の葉越しかな。コウノスモ見らるる花の葉越しかな。1687年、松尾芭蕉44歳の時の句です。それでは、今朝はこの辺で。バイバーイ。また明日。さよならー。